デイリービルの山根です。本日はジャーナリストの佐々木瑠衣さんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、喜ばしいニュースがありまして、はい、菅直人、はい、元総理がねついに引退かと。そうですね。たところで、ただ秘宝もありまして、うん、その地盤を継ぐのが武蔵野市長のね、うん、松下玲子氏ということで、松下市長といえば、うん、例のその住民投票のねの件で揉めましたね。揉めてやる、結局あれ2年前ですか、2011年の年末ですか、ですね、うん、はい、でまあ否決されたわけですけれども、そうですね、佐々木さんは、はい、当時、はい、あのコラムといいますか、はい、記事書かれてますよね。そうですね、はい、で一言で言うと、うん、ほら言った通りになったじゃないか、はい、っていうことなんですね。というのはそのコラムというのが、この2年前の12月の7日ですね、うん、でこれ新聞記事のスタイルじゃないんですけども、要は見出しで武蔵野市長の透ける野心ですね、うん、でどういうことかって言ったら、一言で申し上げると、住民投票条例を可決成立させて、それを手土産に国政選挙に出たいから一生懸命になって、この反発の多い住民投票条例を制定しようとしていたんではないか。それはなぜならば菅直人さんもうお年ですけれども、いずれ引退するのが見えてるん でその菅直人さんの申し子ですよ、弟子ですよ、かわいいかわいい、あのトップの弟子ですね、一番弟子の彼女にとっては、まあ菅直人さんの後がもう見えてるのでね、やっぱりじゃあ何をするんだっていう時に手土産が必要だということで、私は武蔵野市長としてこういうことをやりましたで立候補して自己宣伝するんではないかってことを、あの上品に書いたんですね、はい、そしたらまあいろいろ市長派の人からね、何言ってんだろう、何言ってんだろうっていろいろ書き込みはありましたけれども、言った通りじゃないですかっていう話ですね、はい、でこんなの、あの当てた当てないの話じゃなくて、はい、普通の読み筋で常識的にはそう思うんですね、はい、実は私も、うん、まあ国政進出するんじゃないかって、まあ、順当に考えたらそうじゃないですか。ですよね、はい、でそれの手土産にしようとして、はい、あの無理筋の住民投票条例っていうのをね、はい、にこだわったんじゃないのかなと思います、ね、でもこれ結局これ否決されてしまって成立しなかったわけですね。そうですね。でも、うん、まあ一応、まあ、頑張ったということで、で再提出する動きを見せつつ、はい、まあ結局あの国政に出るってことで準備を進めてたんでしょうね、ええ、でその住民投票条例がいかにおかしなものかっていうので、うん、もう忘れてる方もねいらっしゃると思いますけど、そうですね、おさらいします。おさらいしますと、うん、私もね忘れてたんですけれどもあの過去記事自分で書いた記事もあるんで見てみて、はい、まあ、要はあの外国人と日本人を区別せずに投票権を決める、はい、投票権をまあ認めるということでね、うん、で条件がですね、武蔵野市内に3ヶ月以上住む18歳以上の日本人と定住外国人に投票権を認めるものであって、配偶者が日本人の外国人や留学生、技能実習生も含まれると。で在留期間などの要件はないと。もう3ヶ月住んでる誰でもいいですよって話ですね。今この日本で多分40何箇所その自治体でね、うん、外国人にその認めてるところあると思うんですけどね、はい、住民投票、うんうん、ただそれでも3年以上住んでないといけないとかなんですよね。そうそうそう、なんですけどこれ言いようにこの3ヶ月ってこれ短すぎないかっていう、うん、そうですね、はい、そもそもね、日本人と同じ条件で、住民投票権を与えるっていうのは、はい、武蔵野市が初めてじゃなくて、うん、大阪府の豊中市、うん、それと神奈川県の逗子市も制定してまして、これ3件目なんですね、で今山根さんおっしゃった40何件っていうのもその事実でありまして、全国にはですね調べるとですね、まあ2020年だから3年前か、3年前の12月時点で全国にですねこの住民投票条例を定めている自治体っていうのは78あるんですね。でそのうち43の自治体では外国人にも投票権を認めているんです。でそれだけを聞くと何の別に変わったことじゃないじゃないかと思われるかもしれませんけど、今山根さんおっしゃった通りもっと厳しい条件がついてるんですね。たった3ヶ月進んだから与えますよっていう、今回のはいかに常識離れなのかっていうのは他の条例、制定した自治体のものと比べるとねよくわかると思います、はい、でそんなまあどっちかというと、まあ、ひどい条例だなという内容にはなってるんですね、でなんでこの条例というか、うん、まあ、外国人ね3ヶ月しか住んでない外国人にそういった投票権を認めるべきではないのかといったら、うん、どうしてもやっぱり自治体といえど、うん、やっぱりそこから例えば安全保障であるとかエネルギー政策であるとか、うん、そういった国家の根幹に関わる問題
にこう転職しそうなね、そうですね、テーマもある可能性はありますよ、これ。いや、そうなんですよ、はい、一番のポイントはまさにそこで、はい、で市長、この松下さんなんかはね、いやいや、法的拘束力はないなんつってるけれども、ちゃんとね、議会と行政、市はね、結果を尊重しなければならないっていう文言があったりして、これ政治的意思決定のプロセスに影響を与えかねないというか、与えるのが目に見えてる内容になってるわけですね。でプラス国家の根幹に関わる安保とかエネルギー問題、これね、住民投票の議題設定もね、自由なんですよ。でなおかつ住民の4分の1の署名があれば住民投票提起できるっていうんですね。で市側はね、当局側もね、これ住民投票を発議するにはね、ハードルが高いみたいなこと言ってるけど、決してそんなことないんですね。その気になれば4分の1集めればですよ、もう住民投票を提起できるし、3ヶ月進んだだけのね、そこら辺のあんちゃんみたいなのがですよ、こう言ったらあれだけど、言ってみれば技能実習生逃げてきたような人たちがですよ、できるわけですよ、投票。それこそ、安全保障に関わる問題と。で過去あったんですよ。で実際に、沖縄なんかでもそうですよね。沖縄もそう、日米地位協定の見直し、あと新潟県の刈羽原発なんてありますけれども、あそこの使用済み核燃料をリサイクルするその原子力発電所のプルサーマル計画の受け入れに関する住民投票なんてのがあったりして、これ住民投票で決める話なんですかっていうことですよね。地方自治体にそんなの何とかできる能力ないのでね、そもそもその住民投票の議題の設定自体が間違えてるし、そういうことをね、子供がねピストルを持て遊ぶようなことをしちゃいけないんですよ。でそういう危ない懸念っていうのが住民投票にはあるんでね、そんな3ヶ月ずつ進んだだけでね、誰でもいいですよってわけにはいかないでしょうということですね。で常識的にですよ、仮に私がアメリカちょっと住んでたから思うんですけど、テネシーに住んでた、ワシントンに住んでたって言ってね、いや私も3ヶ月以上住んでるんでね、住民投票権よこせなんつったらね、お前何バカなこと言ってんだってみんなソース感くると思いますよ、でなんでかっつったら、住民投票っていうのはそれだけ重い話であって、ね、ポッと来ただけの私のようなものにね、与えられるようなこのアメリカ国家ではない、テネシー州ではない、ワシントン DC ではないっていう、そういうことをね、彼らは言ってくると思いますね。やっぱり外国人参政権なんで認めちゃいけないかっていうと、やっぱりこう責任がね、規約になってしまうわけですよ。例えば中国人にしても、技能実習生をね、そのアジア経験しても、例えば投票でこれ住民投票しましたって言っても、その結果に責任を負うことなく、これ日本人だけかぶされて、で別に彼らは母国に帰ることも可能なわけですよね。そうですね、っていうところで、だから船を乗り換えることができるっていうのはね、これは責任がないのとね、道義というのね、昔小林節さんが、まともな頃はね、まともな頃乱国人参政権反対してましたから、それを私は教えられましたね。だこれは日本国籍を有する日本人の権利を縛ることにもつながるんですよね、はいはい、でなおかつそもそもこの昭和53年に最高裁の判決出てるんですよ、この政治的な意思決定や実施に影響を及ぼすような政治的活動を外国人には認められない、でそもそもね、ご存知の通り憲法はこの参政権というのは日本国民の固有の権利であると規定しているわけですね。で加えて俺調べたんですけど、衆院法制局もですね、住民投票権は選挙権に匹敵する重いものであるって言ってるんですよね。選挙権ですよ、だからこういったことはね、最高裁レベルでも判例として出てますし、衆院法制局の見解もある中でね、武蔵野市だけがね突出して何とかしようというのはいかがなものですかということは、かねて私たちも、私たちというか、産経新聞いたもんですからね、産経時代も今もね、私はその持論として主張したいと思ってますけれども、でこの菅直人氏の地盤を継いだこの松下玲子氏が例えば衆院選次通るかどうかというのが、一番大事なわけですが、これは女性じゃないですか、プラス市長をね務めてきたんで、2期ですか、強いんじゃないかなと。あ、強いですよね。自民党の対抗馬はこれ長島昭久さんじゃなくて、なんか新しい新人のね、この女性の候補ですよね、元農水省の関係できれば長島さんでやってほしかったですけどね、だから自民党はもうこう捨てるんですか。いやいや、それは分かりませんけど、ちょっとかなり強い候補これ出さないと。めちゃめちゃ強いですよね、うん、なんか
ね、あの見た目もルックスも、まあ、パリッとした感じのね松下さんね、うん、キリッとした感じでね、うん、で 何かにつけて原色強いですからね、うん、なんでかって言ったらまあそれであの培った既得権益に寄ってたかってぶら下がってる人たちがいっぱいいるわけですから、そういった人たちが支える側に回るんでね、うん、まあ、強いですよ現職は、うん、その衆院の小選挙区であれそうですけども、どこでもそうですね、首長であれね、まあ多分選挙が近づいたらこの番組でも反松下玲子キャンペーンをねまあでも出る以上は頑張ってくださいとね私は申し上げたいですけど、ね、まあ、それはまあ正々堂々戦っていく、そうですね、で我々は外部からはわちゃわちゃ言うかもしれませんが、そうですね、そんな声にも負けずね、はい、頑張っていただきたいって感じで応援してるんですかね、そうですね、はい、全然、まあ、私は頑張らないでほしいですけど、ね、今ね、そういった地方がね、はい、今危ないじゃないですか、武蔵野市もそうですけど、一番今、やっぱり話題詰めてるのが川勝知事ですよ。あ、やっぱりそうですね。国家的なプロジェクトが、あの男一人のためだけにストップしてしまってるというのは、ね、やっぱり地方自治体の首長っていうのがね、なかなか怪しいやつがたくさんいるね。力持ってますしね。はい、いやこれあの月刊ウィルさんでも私寄稿させていただきましたけれども、本当川勝さん勘弁してほしいですね、はい、でどれだけあの備中新中かなんてことも私書かせていただきましたけれども、はい、あんなあの湯水がどうなって私はね、はい、あのこじつけに過ぎないと思いますけれどもね、はい、うん、あとはあの誰も使わない静岡空港にね、はい、あのリニアモーターが引っ張るみたいなことをね、なんでそんなことするわけないじゃないかっていう話でね、はい、非常に困ったもので、まあ、この自分の本にあの無理やり引きつけて申し上げると、うん、まあ、地方の自治体っていうのはね、首長クラスがかなり中国に籠絡されつつあるんですよ、うん、でいちいちニュースになりませんけれども、やってることは一帯一路なんですね、うん、一帯一路に組み込まれる、はい、で要はあの金も口も出しますけれども、お互いウィンウィンの関係に持っていきましょうっていう言い方で、向こう中国側は、はい、これはあの福岡もそうなんですけれども、主要な都市にこう首長にですね、ものすごくこのアプローチ強めてるんですね、うん、北海道もそう、もう47都道府県全部ですよ、政令指定都市も全部、うん、でそれをきちんと突っぱねた人っていうのは、私はあの長崎県のですね、どこだったっけな、あのとある市長ぐらいしか思いつかないですね、あ、平戸市長ね、平戸市長がね、黒田さんが、ね、去年ですか、うん、国交正常化50周年なんて祝ってる場合じゃないと、うん、本当ですよね、何がウィンウィンの関係ですか、おい V 持ってけよって話で、うん、で地方自治体にはね外交権がないのはもう当たり前なんだけれども、それでウィンウィンでなんとかってね、なんとか経済協定って結ぶぐらいだったら一言ぐらい言ってんのかと、うん、あの同じレベルでね、で向こうは出てくるのがね、江蘇省のなんとか省のなんとかとかね、浙江省のなんとかって出てくるかもしれないけれども、あの氷山の一角じゃない、向こうのバックには中国共産党、中央共産党っていうね大親分が控えてるっていうのをね、地方の首長レベルはね気づかなきゃダメですよ。自分は例えば札幌市長でござ、例えばですよ、札幌市長として向こうの上海市長とあの対等にね、うん、で経済連携協定を結ぶんだなんて思ってたら大間違いで、気づいたら相手にしてるのは党中央北京だったりするわけですから、その時には例え話で言った札幌市にはね、なんとかできる相手じゃないんですよ、気づいた時にはスリランカになりますよ、で一帯一路で債務の罠に引っかかったアフリカだ、中東、あの中南米の国々になりますよってことを私はこの本で、うん、申し上げてるんですね、これなかなかね地方レベルだとね、何でしょう、跳ねつけるのは難しいんでしょうかね。普通ね、あの総領事館とか領事館なんていうのはね、文化交流姉妹都市でやってりゃいいんだけども、私の知る限り、これはあの表の情報ですけれども、中国のあの大阪総領事の節権総領事とかね、あの福岡の総領事とかね、もう札幌もそうですけれども、もうやってることは政治ですよね、文化交流じゃない、政治で、東京の北京大使館の手足となって動いている。だから非常に気をつけなければならないんですね。経済連携協定なんて言ってね、うつつを抜かしていっちゃいけないんですよ。結局相手がどうのじゃなくて、日本側が非常に脇が甘い。私はそれ警鐘を鳴らしてるんですね。はい、これで、でぜひあの気づいていただきたいなって思いますけどね。はい、といったところでね、ぜひ、はい、そればっかりじゃないんですけどね。はい、そうですね。はい、お買い求めていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。